美味しい。香港は日本と同じものが手に入りますね。飲み物も食べ物も、すごくたくさんセブンイレブンに行きました。今回は3回目の香港なんですけれども、ソロシンガー小田香織として香港に来るのは実は2回目で、初めて香港に来た時は梶浦由紀さんのフィクションジャンクションの、ね、フィクションジャンクションの T シャツ着てる人もいるね。そのフィクションジャンクションのツアーで、来たのが生まれて初めての香港でした。ご飯は美味しいし、本当に過ごしやすいし、大好きです。香港大好き。ありがとう。昨日台風が近づいていて、今朝方まで結構大荒れだったんですが、私は日本では割と太陽を呼ぶところがありまして、絶対台風はそれると思っていたので大丈夫でしたね。香港に来て今日太陽を見ました。私、雲が晴れて、日本語わかる人にしかちょっと伝わってなくて申し訳ないんですけども、香港にも雨女とか晴れ女とかあるのかな、そういうの。とにかく皆さんと無事にこうしたいって本当に、嬉しかったです。本当あっという間では次の曲で最後なんです。本当嬉しい。でもまた会えるよね。また来ます、香港絶対に。その時はもっとたくさん歌を届けられたらなと思ってます。最後の曲何がいいかなと思ったんですけれども、まあ、初めて香港に来た時はフィクションジャンクションの、ライブだったので、梶浦由紀さんの曲を最後に、歌って皆さんとお別れしたいなと思います。小田香織として、梶浦さんに、書いていただいた曲になります。コーリング。未来の果てで誰か
なくしたくない黙って僕らの胸に儚さがいつか生まれてた終わりに怯えて泣いて終わらない歌を歌ったまだ未来地平の方へ君と行けるかな11日にも香港に来ます。はい、シンガーの下月遥さんのライブツアーで一緒に台湾、香港と回りますので、もしお時間ある方はそちらも遊びに来てください。本当にどうもありがとうございました。バイバイ、またね。さようなら。好，唔該曬，積田響積。好，今日嘅 Happy 青年音樂祭咧就已經。